やきチャンネルワンポイント解説。与党自民党の税制改正大綱が発表されました。これによると賃金を上げるための施策が組み込まれておりますが、果たしてこれでお給金が上がるのかというと微妙です。ただ実際のところは結構このコロナ禍においても儲かっている会社はあるので、そういったところで期待できるのかなとは見ております。ただこの手の議論の時に必ず訴状に上るのが内部留保。 それではなぜ企業は内部留保を積み増してきたのか。これについてのワンポイント解説。いわばか、かっこ付きリベラルの人たちは、会社が金を溜め込みすぎている、これを吐き出せ。ということで、そして当初は高市さなえ政調会長も、そして現在の岸田文雄総理大臣も、総裁選を前提に内部留保課税なんてね、ことを言っておりました。 ただこれ企業がしっかりと税金を納めた果てに残ったお金をコツコツ積み上げていたもので二重課税になってしまうんですまた株式市場の上等益への課税については今回触れませんがあれも株式市場を冷やしてしまうので決して得策ではありませんさてそれでは内部留保がなぜたくさん積み立てられたのか3つの理由があると私は見ておりますまず1つ目は 銀行って本当に困った時お金貸してくれないんですよ。晴れた日に傘を貸し、雨の日に傘を取り上げるなんて言われております。だから本当に困った時に頼りになるのは現金、キャッシュなんです。貸ししぶり、貸し剥がしということをバブル崩壊の頃から30年間やり続けてきたのが今の日本なんです。30年という月日というとフレッシュマンとして入った新入社員が 50歳を超える年齢です。だからどうしても企業としては税金を納めた上で残ったお金を何とか残しておきたい。それは会社を維持するためでもあるんです。そして理由の二つ目が今サラリーマン社長が増えております。するとどうしても自分を引き上げてくれていた前任者のやり方を引き継ぐ前例投資主義に陥ります。さらに上場企業になると今市販機ごと3ヶ月に1回 株主に対して通知表を見せなければなりません。そうすると大胆なことをやるよりも、今までの路線を継続した方がいいかなというインセンティブが働いてしまいます。そして小さなことからコツコツとと内部留保を積み立て貯金のようにしてしまうということです。そして実はこれが一番日本にとって厄介なことなんですが、三つ目の理由、内部留保を積み立った理由は、デフレ。デフレです。 物の値段が上がっていくインフレ経済界においては、現金、キャッシュを溜め込んでいても、この価値がどん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 と減っていきます。反対に、物の価値が下がるデフレ化では、キャッシュを持っていれば、この価値は、わずかずつでも相対的に上がっていくんです。とりわけ、現金などで持っている内部留保というのは、社会的な積立貯金、積立預金、定期預金、まあ、そのような役割になっちゃっていたんです。 これら3つの理由が企業が内部留保を溜め込んだ理由だと私は見ております。そして政治に注文を出すならば、この内部留保から税金を取り上げるいや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 、そんなことの前に経済成長して健全なインフレに向かわせる。そここそが政治の側が一丁目一番地で議論しなければならないのではないかというメッセージを込めたワンポイント解説でした。 今回のワンポイント解説お楽しみいただけたならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。また、次のワンポイント解説も聞いてあげるという方はチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ワンポイント解説につきワンコのコーナーはありません。ごめんなさい。それでは次回のワンポイント解説、またはレギュラー放送、生配信、ライブとかでお目にかかれればと思います。バイバイ。